マインドフルネス瞑想ガイドのメディテラスへようこそ。これから今ここに戻るグラウンディング瞑想を行います。これを行うことでストレス低減、集中力の向上、幸福感が増大していきます。ぜひ繰り返し取り組んでください。グラウンディングとは、もともと地に足をつけるという意味です。私たちの思考はともすれば広がっていく一方で、それを今ここに戻すことが難しくなってしまいます。思考が広がっていくと感情が野放しになり、それが多くのネガティブなエネルギーを引き寄せます。このグラウンディング瞑想によって、自分と大地のつながり、地球とのつながり、そして宇宙とのつながりを深めて、今ここにいる宇宙の一部としての自分を深く意識していきます。それでは、あなたが一番落ち着いてこれからの時間を過ごせる姿勢をとってください。まず深呼吸をしてリラックスしていきましょう。ご自身のペースで結構ですので、深く吸ってゆっくり吐いてください。目を閉じて、外の世界と自分を切り離していきましょう。深く呼吸をするたびに、体が緩んでいきます。あなたには頭の頂上から下腹部まで順に7つのチャクラと言われる場所があります。このチャクラはエネルギーの吸収と発散を行っている場所です。このチャクラと、あなたが今いるこの地球がつながっているとイメージしてください。
なたとこの大地のつながりを意識してください。地球の重力のエネルギーを感じていきます。まず頭と大地のつながりです。あなたの頭は強く大地と結びつけられ、それを意識するたびに重くなってきます。あなたの頭のチャクラから伸びた一本の光のロープを、この地球が強く捕まえてくれています。次に、あなたの胸のあたりにあるチャクラと大地のつながりに意識を集中していきます。ちょうど心臓があるあたりの体の真ん中にその場所があります。それではここに手を当ててみましょう。両手を優しく胸に当ててみてください。ここから大地に、地球につながっている場所があります。あなたを包み込み、あなたを愛し、あなたを許しているエネルギー。あなたを大切に守り、あなたを育んできたエネルギー、その大地の力を感じてください。
なたの胸のチャクラを通じて地球の深いエネルギーにつながっていることをイメージしてください。そのつながりを意識するほどに体が大地に引き寄せられていきます。それでは次に、あなたの下腹部あたりにあるチャクラをイメージしてください。ここに丹田というエネルギーの源があります。意識をこの丹田に集中していきましょう。両手は手のひらを上にして、体の横や太ももに置いてください。この丹田というチャクラを通じて、今度は宇宙とのつながりをイメージしていきます。あなたの下腹部から頭のてっぺんを貫いて宇宙につながる一本の光のロープをイメージしてください。それは遥か彼方の無限の世界につながっています。そこから無限に光が供給されています。それがあなたの頭の頂上から下腹部に向けて流れています。
あなたに希望を与える光。あなたの未来を開く光。あなたに勇気を与える光。それがさんさんと降り注いでいます。そのエネルギーが蓄えられた丹田から、今度は大地に一本のロープが伸びています。この大地が、そして地球が、あなたを支えています。宇宙から来るエネルギーがあなたに注ぎ、それがあなたを貫いてこの大地につながっているのをイメージしてください。あなたはこの宇宙と地球と一体です。あなたは宇宙の中の天であるこの地球に降りて、今ここにいます。それではしばらくの間、丹田に意識を集中して、宇宙とのつながり、そしてこの大地、地球とのつながりを深く味わってください。